何これ、何これ、おかえりバンナケバーン。どうも、うんちゃんと名乗っているものです。最近よくコメント欄に鬼嫁って書かれるんでね、鬼の格好をしてみました。イエーイ今日はね、バンディテックスさんといううちの夫にドッキリを仕掛けていこうと思うのですが、バンナケでとても人気が高いご飯シリーズでございます。最近ご存知ですか、ダイソー。ダイソーは皆さん知ってると思うんですけど、100円のハンバーグとかステーキがね、売っているそうなんですよ。今日するドッキリは夜ご飯、全部100均だったら気づくのかドッキリでございますよく買ってきたのはですね、100均のハンバーグでございます。ちょっとちっちゃいんで 2個ずつ私も食べるので、2種類ね買ってきました。デミグラスとバター醤油でございます。あとこちらもね100円、鶏皮飯でございます。こちらも100円でした。スープでございます。野菜も必要ですね。付け合わせの野菜を買ってまいりました。あとツナ缶、これも100円。あと食後のデザートでございます。フルーツ缶を買ってまいりました。これも100円でございます。あと付け合わせ、ハンバーグといえばフライドポテトでございますね。これも100円でございます。今日はこちらの食材を使ってワンプレートね、夜ご飯をね作っていこうと思います。って言ってもなんか切ったりするものは何もないです。これは湯煎すればいいんですね。湯煎、じゃあこちらはね湯煎していきますね。これを水で戻せるかな、開けてみます。サラダでございますが、チンしようかね。これはちょっとどうしようもないんでそのままで。これ簡単だね。もうおお、いっぱい入ってますね、100円のくせに。おお、フルーツの完成でございます。変な匂いがしてました。これどうでしょうかね、野菜に変えてるような気が。めっちゃいいお汁じゃないの、もしかして。うまっこちらじゃあ絞っていきます。ほい、野菜を戻せました。味はよくわかりませんけども、こちらにねこの稲葉を入れていこうと思います。マヨネーズはちょっと多めに見てもらってねじゃあこれをねチンしていきます。お腹スープをね入れていきます。これも100円なんですね。のどぐろだしが使用されてます。高級ですね。お米がチンチンできました。じゃあ盛り付けていきます。あちちん、ポン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 。ハンバーグでございます。デミグラスソースも一緒に入れましょう。2種類のハンバーグが楽しめるなんて贅沢ですねちょっと待ってめっちゃ崩れちゃった。いいよ、完成しました。100均飯でございます。それではね、バンディさんに食べてもらおうと思います。ご飯がやってくるということで待っています。そして鬼の面をかぶった妻が見えますはい、はい、今日のご飯でございます。ありがとうございます。なんで面かぶってるんですか
鬼嫁だからです。いやいや絶対辛いじゃん。辛くないよ今日は。違うの、普通に美味しそうなご飯です。はい、あれ鬼嫁さんのなんか崩れちゃってるじゃないですか。ハンバーグですかこれ。ハンバーグです。よし食べてみてください。いただきます。どうぞ。まずじゃあハンバーグ、なんかあれですね、お弁当に入ってる感じの。うん、普通です。これは和風和風なんだね、うん、和洋折衷プレートなんだ。うん、欲しいね。なにこれ、なにこれ、ただのお湯。あ、そういうことじゃないの。潰して。あ、そういうことか。あ、この中から出るのね。あ、楽しい。楽しいね。楽しい。海藻が出てきました。あ、美味しい。これ野菜。うん、どう。なんだろう、でも美味しいよ。なにこれ、ゆで野菜か。うん、何の野菜。わからん。カブ。ちょっと変わってるね。うん、美味しいでしょ。フライドポテトです。防御力高いんですけど。フライドポテトです。そうか、牛乳です。ただの牛乳です。ただの牛乳ただの牛乳ですって言って渡す。ただの牛乳ないんすよ。いやでもただの牛乳ですよ。本当にそんな鬼の面かぶって。ただの牛乳だわ。何今日これ、何、何なの、なんでカメラ回して鬼面なの。鬼面は特に意味はないんですけど。鬼ってことじゃないの。こちらの夜ご飯、うん、なんかちょっとチープな感じがしませんか。いやそんなことないですよ別に。そうですか。まあハンバーグはちょっと最低限のハンバーグな感じしますけど、これとかなんか一風変わったサラダって感じで美味しいよ。あ、そうなんだ、うん、それは100均のお菓子をお湯で戻したものです。おお、これが。そう、まあ、これもだろうね。100均のお菓子ということはこちらの全部のご飯。どういうことでしょうか。素晴らしい、全部100均。そう、100均でございます。すごい。これは違う、これはただの牛乳。これはただの牛乳でございます。100円。100円でございます。200円、300円、400円。まあここ半々だから500円ぐらい。そう考えるとなかなかいい。なかなかいい値段だな。これ全部使ってないんで、まあ500円ぐらいです。まあまあまあ、これの魅力は安いっていうより100均でここまでできるんだっていうところだよね多分、うん、まあね、これもついてこれもついてだから。以上でございます。どうでしたか100均。いや100均でこんなご飯になるもの売ってるって知らなかった。昔さ100均だけで何々するみたいな企画結構やってる時期あってさ。あったあった。料理だけは成り立たねえってずっとできなかった。できなかったですね。ついにここまで来たっていう。お見それいたしました。はい、ありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。お待ちしてます。 X、Instagram、TikTok もやってますので、そちらもぜひお願いいたします。これはもうこれでいくんですか。本当に。それでは皆さんいってらっしゃい。